I'll kill you. Chris, I have something to show you. まず集中、まず集中。思い出せ、思い出して、ちゃんと自分の動き、自分の動きを思い出す。精神統一。ムービー飛ばします。Is this? That's right. This is the ultimate life form. Tyrant. Ultimate life form. Chris. Stop it. Wesker, you're pitiful. This is your savior? You say this failure is your savior? You can make sure yourself.Whether Tyrant is a failure or not.用水から出てきた。来るぞ。起きてすぐ目の前の窓に小手を食らわすっていう、このタイラントがどれだけ凶暴かが分かる。目覚めて最初の一撃がそれだもんな。What? Don't come this way! Don't come this way! No! いいね。この体格差がいいわ。さあ勝負だ。まずは一周回ろう。まずは一周回るぞ。いいね。ここが勝負。行くぞ。よし。まず一発、二発。これが俺が。あぶね。一週間かけて編み出した。タイラントステップだ。このナイフの一振り一振りに今まで死んでいったクリスの魂がこもってる。ほら、まだまだ。いいね。左臀部が熱いだろう。ほら、右だな、右だな。どちらかというと右臀部が熱を帯びてるはずだ。そうそう、ラッ。左側にステップ。そしてう、まずい、これはまずい、これ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 まずい。ここでもできるか、ここでもやるか。ん、でもダメだ。角度が悪い、角度とカメラが悪いんだよな。あそこが一番、ここのストレートが一番いいんだ。カメラにしろ、角度にしろ、狭さにしろ、何にしろだ、ここがとにかくいい。いいぞー。ノーダメだって夢じゃないんだ、この攻撃は。この俺が編み出したタイラントステップはノーダメを可能にする、ナイフ使いが夢に見るようなアルティメットライフフォーム、アルティメットライフフォームクリスだ。これがアルティメットライフフォームステップと名付けよう、明日から。これでもしクリアができたら俺アルティメットライフステップフォームでちょっとステップの位置がおかしかったけど、どうだ。やったぜ、大勝利。さあ帰るか、帰ろう。何？おかわり。おかわりが始まったな。待ってました。待ってました。そう来ると思ってたわ。これがセガサターン版。おかわりがあるんです。2体目のタイラント。
俺がセガサタンバイよ。さあ来い、この世にない動画を作ってやろうぜ俺たちで。なあタイラント、ああナイフで、ナイフ一本でタイラント2体倒す男、すごくない？今までにそんな動画があっただろうか。ナイフ一本でタイラント2体、うわっ、タイラント2体倒すまで眠らない実況プレイ動画。ほらほら、しかし1体だろうと2体だろうとこのタイラントステップ、いやアルティメットライフ、アルティメットライフフォームステップ、これがあればなんてことはない。3体目4体目来てもこの研究所に3体目4体目が迷い込んできても関係ない。全員右伝部をズタズタにしてやる。ほらほら、おお、フェイント、タイラントも考えてるな、やっぱり知能があるといえる。だからこの戦い長引けば長引け、何長引けば長引け、何長引けば長引くほど俺は不利になる可能性が高いな。滑舌もおかしくなってきた、完全に疲労から来る、疲労から来る滑舌が俺舌に来てる、疲れが、クリスの疲れが下に来てる。いいぞ、いいね、いいじゃないか、完璧だ、やったぜ。ん？あ、もういいのか。あれ？っていうか俺ジルに会いに行ってねえな。これ大丈夫なのか、これ。だったら助けに来てくれよ。I see. How about Captain Wesker? He is sleeping with the ultimate failure.Hurry up! I want to get out of here. 急ごう、もうここに用はない。ジルに、あれ？ジルに会いに行ってないけど大丈夫なのかな？あれ？途中で一回ジルに会いに行かなきゃいけなかったんじゃないか、今。Excuse me, Chris. いや、ちょっと待って、止めないでもらっていい？ちょっとレベッカ、ここで待っててもらえないかな。それすごいけど、いや、それはそうなんだけどさ。レベッカ、can you do it? Yes, sir. I'll set off a triggering system for a bomb. Okay. Now we have a chance to escape. See you outside the house. いいのかな。ここ出た瞬間サイレン鳴るんじゃなかったっけ。あれ間に合うかこれ。ジル大丈夫かな。ほらもうサイレン鳴ってるわ。自爆装置がある施設ってなんだマジで。さあジル、あれこれいいのかな。まあ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 行ってみっか。タイミングがおかしかったけど、あ、いけるじゃない、いけるいけるいける、よしよしよし。さーてみんな祈ろう。前回ここでバグった、フリーズした、読み込みエラーが起きた。頼むぞジル、ついてきてくれ。Jill, are you there? Chris? K!
Jill, you're all right. Yes. Wesker is here. 行こう行こう I know. Anyway, let's get out. 脱出しよう脱出しよう。行こう。一応もう回復しとこう。よーし。よーし。え、どうした？ Let's get going. 本当に長かった。本当に長かったわこのシリーズ。よーし、最終戦、タイラント最終戦だ。やめて。え、大丈夫だよな。最終戦も同じ戦い方でいいんだろうか。やめてやめてやめて。やめて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 。よし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 。こっからはもうほぼ初見。もうここか、こっからってかもうほぼ初見だわ、もうここ。こんなゾンビいたのか、今。ああ、びっくりした。したら。ハーブ持ってくよね。もう調合したハーブでいいんじゃない？もう調合したハーブに変えていこう、ここで。あ、まあまあまあ、こんなもんか。あ、でもアイテム1個上げていかなきゃいけなかったんじゃなかったっけ。あれ、アイテム1個上げなきゃいけないとか、そういう縛りなかったっけ。あ、もうないのか。いいのかな、大丈夫かな。よし。さあ、タイラント、最後のタイラントの戦い方わかんないんだよな。今まで通りの、アルティメットライフステップでいいんだったら。あー、なるほど。ここでバッテリー使うんだっけ。Send a sign! さあ、ラジオ使うんだ、クリス。バッテリーはまだ生きてるなんだっけ。あ、そんなもんだっけ。これこれこれ、なぜか丁寧に外されてんだよな、すべてのバッテリーは。これはロケラン用なんだよね。ロケラン用にアイテム1個枠を開けとかなきゃいけないから、バッテリーを使わされると。さあ行こう。よし、何の声ですか。今までにいなかったよ、そんな声のやつ。モンスターズ。なんだこれ、なんだこれ。さあ行くぞ。いやー、初見、初挑戦、緊張するな。3分でなんとかなるもんなのかこれ。3分でなんとかなるんだろうか。信号弾使います。ここら辺で使うのかな。もう2分しかねえよ。いけるんだろうか、ほんとに。これいけんのか？え、これいけんのかな？もうちょっと、ロケラン落としてくんねえかな？
いやもう落としてくんねえかな、落としてくんねえか。いやちょっと待て待て、見たことない見たことない見たことない動き、何これ、何今の動き、なんだ今の動き、うわちょ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 激しすぎない、ちょ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 どうすんだこれ、いやしかしこのアルティメットタフネスステップでいくしかない、俺にはもうこれしかない、いやもうこれしかないこれしかない、やるしかねやるしかね、それでもやるしかね、いやーもうな何されてもやるしかないよな、集中さあ、頼む間に合え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 、マジ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 、ちょっとタイラントさんすいませんお願いします、空気読んでください、もうちょっとそこにいてそこにいて、タイラント、ちょっとお願い、黙って死んで、ちょっと待って待って待って、うわちょっとバカ野郎、やったー、いやーやったー、終わったー終わったー、長かったマジで長かったいやー疲れた、やったー終わったー、あーよかったー、ということで、この数ヶ月実況プレイ動画はじめ、生放送でご視聴いただいてた方々、そしてまたこのタイムシフトでね、多分この動画を見てくれてる、配信を見てくれてる方もいると思いますし、これも多分アーカイブが動画になりますので、人類史上初セカサターン版バイオハザードノーセーブ、ノースプレーナイフ縛り実況プレイ動画ということで上がりますんでね、そちらでご覧いただいてる方々もいると思いますので、まあ、皆さんに改めまして本当にご視聴ありがとうございました。いやーこの数ヶ月マジで苦痛だった、いや面白いゲームなんだよもちろん、伝説に近い名作なんだけど、それをね自分がこういう縛りだったり高難易度の条件でやるっていうのはめちゃくちゃハードル高くて、いや本当にきつかった、とりあえず赤い戦闘員の、バイオハザードはこれにて終了。
終了ということで、またどこかでお会いしましょう。お疲れ様でした。Yeah.